ここまで出血と、1週間目のリアルな経過なんですけども、内出血出てますかね。本日はですね、40歳以上の方のリフトアップモニターをご紹介していきたいと思います。やっぱり年齢が40歳50歳となるにつれて、なんかここのたるみとかすごい気になってくる方ってとても多いんですね。このチャンネルでは主にその脂肪吸引のこととか、例えば二の腕の脂肪筋とか太ももの脂肪筋とか包茎とか、そういったことをメインで動画を上げさせていただいてるんですけども、結構その顔の施術ですね、結構ね、やっぱ年齢とともにたるんでくるのが気になるから、顔の脂肪筋とかこのリフトアップ系の動画をちょっと見たいという声がとても多かったので、今回その40歳以上の方限定でリフトアップモニターを募集させていただく形になりました。なのでちょっと今回はですね、どの辺が気になっているのかとか、特にどこが気になっていて、いつから気になっているのかとか、そういったことも含めて聞いていきたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回その、応募していただいたきっかけとなることとかって何かあったりしますかね。きっかけは葛島先生の YouTube をずっと拝見していて、出来上がりの仕上がりのラインとかがすごく綺麗に作られる先生だなと思ってたので、葛島先生が今回募集していらしたので、これはぜひと思いました。はい、ありがとうございます。特にお顔ですけど、特に今回どこを気になってるとかってあります？やっぱりこのほうれい線の上のところが一番気になっていて、あとはこう下を向いた時のこの二重顎がこう若い頃からもずっと気になっていたので、ここはやっぱり取っていただきたいなと、綺麗にしていただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。そうですね。やっぱ年齢とともにここですね、このところ、ここが気になる方はとても多いんですね。ここがゴルゴ線ですね。ここがほうれい線で、ここのお肉がメーラーファットってとこなんですけども、やっぱりこれがあると、この重さでここにどんどんほうれい線で出てきちゃうんですね。だからやっぱここが気になってる方っていうのは、ここは取った方が将来的にここたるみにくくなりますので、意外と若い時から取っておいた方がいい場所になるんですね。でも逆にここの中の上の方を取りすぎちゃうと、今度はやっぱり溶けて見えちゃうんですね。やっぱここっていうのは若さの象徴でもありますので、そういった意味で意外とその細かくその取るところと取らないところを分けないと、やっぱ逆に溶けちゃったりしますので、そこがやっぱ難しいところですね。なので、ここのところが気になっている方っていうのは、早めのうちに何かしらの方法で若返りしておくっていうのはとても大切になってくるのかなと思います。あとはここの顎下ですよね。ここ下向いていただくと、皆さんここに出てくると思うんですけど、やっぱここもですね、お肉があるとやっぱりその重さでやっぱ垂れてしまうんですよね。ここの二重顎とかやっぱ気になっている方とても多いんですけど、やっぱそれってほっとくと将来的にお耳で垂れてしまって、一応伸びた皮膚って全然戻んないんですね。なのでやっぱり早めにそこのところの脂肪を取って、やっぱりリフトアップしておくと、たるみっていうのはなくなると思うし、たるまなくなりますし、たるみの予防にもなると思いますので、そういった意味で顔っていうのは結構その複雑な構造をするんです。この辺は今割とあると思うんですね。でこれは取っちゃうと逆にげっそりしちゃって、若さの象徴もなくなってしまうので、この耳からこの口ですね、この辺とかこの辺っていうのはやっぱなくていい部位なんですね。なのでそういったふうに取るところと取らないところを分けながら整列していくと、顔全体としてすごく若返った印象っていうのは作ることができますので、顔のことで悩んでる方、自分がたるみが気になっている方は一度相談に来ていただけますと、どこの部分をやった方がいいのかとか、ここいらないとか、そういったことも含めてご紹介できると思いますので、ちょっとそちらも参考にしてみてください。あとは顔の脂肪筋とか顔のリフトアップとかってなると心配される方とても多いんですよね。ダウンタイムとか、そういった心配とかはあります？私はやっぱ腫れてしまうのは心配なんですけれども、今ちょうどコロナの時期でマスクもしてますので、さほど心配っていうのは大きくないです。そうですね。わかりました。マスクしていろいろ隠せると思うんですけど、それ以外になんか例えば痛みの面とか、そういうところの心配とかはあります？なんかこう痛みが強くないとかっていう話も聞いたことがあるんですけれども、どうなんでしょうか。そうですね。はい。その不安に思うこととか、本当に人それぞれだと思うんですけども、顔は比較的その脂肪吸引をする部分の中でもやっぱり範囲が狭いと思うし、顔って意外と血流が豊富なんですね。なので内出血がその引くスピードとかっていうのも結構速かったりしますので、割と他の部分に比べて内出血が出る期間とかっていうのも短いですし、顔の脂肪吸引した後の結構フェイスバンドの固定とか、そういったのも翌日までで大丈夫だったりしますので、意外と手軽に生きれる性質なのかなって思いますし、結構人気なんですね。はい、で僕の母親も顔の脂肪吸引とか顔のリトリートとかでお伺いしてますので、はい、どの年代の方でも適用があるのかなって思いますので、今回の内容をちょっと参考にしてみてください。そしたらこの後またどんな感じでデザインしていくのかとかもまたご報告していきますので、ちょっとそちらも楽しみにしててください。あとはフェイスラインですね。この下が顎下になるんですけど、この辺もやっぱりついてるので、ここまでしっかりスッキリするといいですかね。こんな感じでデザインして、はい、やっていけたらいいかなと思います。今ですね、こちらが1週間目のリアルな経過なんですけども、この辺とかちょっとまだ軽く内出血出てますかね。この辺とかこっちはそんな出てないんですけども、顔全体としてはそんなには内出血は、出てないかなと思います。はい、今1週間過ごされたと思うんですけど、はい、自分が思ってたのと比べてどうですか？思ってたのと違って、はい、痛みがほぼほぼ触らないと感じないくらいの痛みしかなくて、であと糸リフトをこう入れていただいたのが、思ったよりも顔が動かないんだなっていうのが感じました。糸リフトっていうのは、中から固定する感じなんですよね。はい、で顔の脂肪吸引とかワットアウトってフェイスバンドで、圧迫していただいたと思うんですけども、はい、圧迫は外からも圧迫するんですけど、この糸リフトっていうのは中からも圧迫してくれるんですね。はい、そうすることによって腫れとか内出血とかむくみとかですね、そういうのもより早く収めることができますので、はい、糸リフトっていうのはたくさん本数を入れるとその分引き上げ力も強くなると思いますし、リフトアップ効果も高いんですけども、やっぱり最初は一時的に動きづらいなっていうのは、正直あるのかなと思いますね。はい、なので1週間目で完成形じゃなくて、やっぱりこのあと1週間目から2週間目、2週間するとこの内出血はもう正直全く分かるのかなと思うんですけども、1ヶ月するとより引き締まって、で本当の完成形は3ヶ月以降です。生活としては問題なさそうですか？そうですね、やっぱり糸リフトを入れていただいた直後っていうのはやっぱり歯磨きがすごくしづらくて、今1週間経ってようやくちょっと馴染んできて、歯磨きがしやすくなったかなっていうのは感じます。あとは内出血ですけども、マスクとかしてればあんまりは問題ないです。全然気にならないです。そうですね。はい、なので多少2、3日目のは多分むくんでると思うんですけども、むくんでてもここまでむくんでるわけではないので、お仕事とかも普及できるのかなって思いますし、ここは内出血出てたらこういうなんていうのかな、ここを隠すような洋服ありますよね。そうですね、タートルネックとか、あとスカーフは私は巻いてるので、はい、スカーフ巻いてしまえばどんな洋服を着ても全く気にならないです。そうですね。はい、なので顔の脂肪を気にするときはいろいろ工夫していただければ、仕事に復帰とかそういったこともできるのかなって思います。あとはなんか質問とかあります？やっぱり1週間だとまだむくみが引かなかったりとか、あと糸リフト若干の引きずれがあったりするので、完成までにちゃんと綺麗になるのかなっていう心配はあるんですけれども、なんとかなるかな。そうですね。はい、なんとかなると思いますね。で、まだ1週間目だとなかなか感じにくいと思うんですけど、この顎下のあたりが結構硬くなってくると思うんですよ。そうですね、硬いです。1週間から10日間ぐらいで硬くなり始めるんですね。で、ここのところはしっかりとマッサージしていただければいいかなと思いますね。はい、こことかはあんまりマッサージしなくてもいいのかなと思います。はい、マッサージしないと仕上がりが悪くなるとか、そういったような感じでは成立しておりませんので、マッサージは最悪しなくても大丈夫です。はい、ただマッサージすることによって硬くなるこの期間を早めることもできると思いますので、そういった意味でマッサージは自分が空いた時間とかなんかマッサージしてみようとか、そういった時にしていただければ問題はないのかなと思います。そしたら本日は40歳以上のモニターの方ですね、1週間目のリアルな経過をお伝えしましたので、ちょっとこちらを参考にしてみてください。また今後の経過につきましてはまた報告させていただきますので、ちょっとこちらも参考にしてみてください。